誰だって可愛く変わりたいんだ。知らない顔しても意識し合ってる。背伸びしたメイク、ドキドキだけど気づいてくれなきゃダメなんだから。試験とか毎日毎日忙しいのは女の子だから仕方ないじゃん。ねえ、なんでこせがり屋だ、ちょっと人に流される。隠し事だってあって普通に喧嘩もして、悩める少女はああ王子様を見つける。おはようだってしょうもなの、ああ笑い返して、君に聞こえる距離チクチク胸が痛い。